ブレーンプラスウェブ版のご紹介です。ブレーンプラスウェブ版は、最新のクラウド技術を使った統合辞書サービスです。使いやすい辞書を追求し、日々の学習を支えます。ブラウザ上で使えるので、様々な端末で利用できます。Google アカウントとも連携し、簡単に使えます。それでは、代表的な機能をご紹介します。検索の使用方法です。調べたい単語を検索窓に入力してみましょう。1文字入力するごとに、左側に随時候補が現れ、右側にはその意味が表示されます。左側から別の候補を選ぶことで、その意味もすぐに確認できます。検索の方法も選択できますので、候補一致の単語や例文なども瞬時に探せます。英文を読み取る力を育てる新しい機能、英文読解アシストについてご説明します。調べたい英文ごとコピーし、英文読解アシストの入力枠に貼り付けます。ブレーンプラスに取り込むと、文章の難易度がセファール基準で測れます。単語ごとのセファールスコアは難易度別に色分けされ、文章内で使われている位置も確認できます。左側の文章の単語を選択すれば、右側に意味が表示されるので、次々と意味を知ることができます。選んだ英文を聞いて、自分で読んでみましょう。全体を選択して、発話マークを選ぶと、The age of television in Japan began in 1953 when Sharp became the first Japanese company to mass produce TV sets. AI が英文を読み上げてくれます。右下のプラスマークを選択するとマイクボタンが現れるので、自分の声を録音しながら英文を読んでみましょう。目標速度に応じて単語のハイライトが表示されるので、読む速度の目安にすることができます。目標速度は変更することもできます。自分の音声と日本音声を聞き比べることで発音の練習に役立ちます。単語帳は端末に依存せず使えます。検索した単語は星マークを選択することで簡単に単語帳に登録できます。登録した単語はどの端末でも確認することができます。自分だけのブレーンプラスにアレンジもできます。背景には好きな画像も追加できるので、お好みのホーム画面が作れます。ブレーンプラスならいつでもどこでも、ブラウザで辞書を活用できます。いつもあなたのそばにブレーンプラス。